はい、どうも、タケでございます。今回は普通に話しながらやっていくんだけど、魔王感がいる。いやー、戦犯するんだろうな、うち。いやもう、リッターとか持ってきちゃって、アサリに。まあ、アサリのリッター持つやつは性格が終わってるとうち何回も言ってますが、うちは性格が終わってます。うちも、もうね、今日学校で性格が終わってることしたってことは、まあ、どうでもいいんで、話していきます。ね、チャンネルを変えるかもしれません、もしかしたら。なんかね、あ、危ねえ、ありがとう。危ねえ。チャンネル変えるかもしれませんね。なんで変えるのかっていうと、うちやっぱね、YouTube、このチャンネルだけで言ったら、このチャンネルだけでも、このチャンネルだけでも、4年、このチャンネル使ってるんですよね。なのに、登録者数280人って。それはもう、YouTube 側が伸びないと判断してる説が出てきたっていうか、実際そういうのあるらしいっていうのを最近知りまして、だったら、うわうまあ、だったら、チャンネルをね、一からやり直して、正直、うちがチャンネルこのチャンネル、立て直したというか、まあ、立ち上げた当時はですね、私なんか小学生だったんですよね。小学生だったということで、まあ、いい、見えない。え、何どっから撃ってるトーピード、は、え、トーピード角打ちなんだけど、それは。トーピード角打ちでされた。そりゃ、萎えますわ。一瞬でカウントリードされた。うちが死んだね。いやー。まあまあまあ別にね、負けてもいいや。突き終わりだし。まあそんなことはどうでもいいんだ。勝ち負けなんてそんなことはどうでもいい。話させてくれ。ただ。あ、やれなかったもんね。やれ。頑張れ。それやる。やれないか。まあ、そんな感じでチャンネルを作り直すかもしれません。で、新しいチャンネルなんだけど、もう作ってあります。まあどんな、もう普通に滝チャンネルって名前なんだけど、まあ滝を、あ、そうだ、最近ひらがなに改名したんですよね。入れるしかない。あぶねえ、今の外したかと思った。今の入れちゃった方がよかったんですよね。今のは入れてよかったと思うんだけどな。入んないか。あ、入るけど、まあこれは脱ぎそうだ。まあしゃあない、しゃあない。当たんない、やばい頑張れ。なんかやばいとこにないさもあるんだけど、そんな感じで新しいチャンネルはね、概要欄に載っけておくんで、まあよかったら見て、よかったら登録してください。このチャン、いや今んとこまだこのチャンネルは使い続けます。今んとこまだこのチャンネルは多分あと1ヶ月くらいは使い続けるかな。で、もしかしたらまだ検討してるだけなんで、もしかしたら普通にこのチャンネルのまま行く可能性もまああります。うちが死んでる。うちが死んでた。なんか負けました。残念です。まあこれはしょうがないな。まあ味方の調子が悪かったかな。まあ意外とリッターでも、うちは意外とリッター使って感じしたな。でもリッター持ってるからな。リッターだからな。リッターという武器は悪かったかもしれん。でもうち意外と頑張ってなかった。意外と頑張った気がするけど、先輩かな、うち。あー、まあ別になんともない感じですね。はい、ってな感じで、あ、新しいチャンネル概要欄に載っけとくんで、よかったら、てかよかったというか登録してください。お願いします。何でもします。お願いします。まあ2試合目は特に何もせずにやっていくんだけど、いや本当に登録してね。うちはもうこれしか言わないから、登録してボット負けて泣いたってやついる。勝たしてあげようかな。いやさすがにそれは迷惑か。いや相手の編成クソ強いんだけど、やばいや、まあこっちもまあ強いけどさ、いやーもうつまんないことされてる。
もうこいつ泣いたじゃんね、ぶっ殺すぞマジでとか言ってたら、このチャンネルが伸びなくなるのに言いません。まあこれは運が悪かったね。よし行きますか。なんかいるな。てかアサリでね、リッターが2枚いるってしてね、相当なんか事故なんですよね。なんでこんな性格悪い武器を2枚もいるんでしょう。うちはともかく、社会不適合者のうちはともかく、負けて泣いてる人が何してるんですかね。頑張れ、勝てないな、これ。あー、やるよ。あとリッターだけだけど、塗り状況が良くないんだよな。塗りがあんまり強くない。あいつザップが、ザップとデュアルでもまあまあ塗れるし、で、こっちはなんか、ゴーニーがまあ塗れて、必戦がまあまあくらいなんで、あんま強くないんですよね。あ、危な、普通に死んどかった。あれいなくなった。こんなのにも気づけないアホです。なんか、おい、負けた、泣いた。負けて泣いたってやつですわ。雨投げるんですけど、今やってくれたのリッター。リッターが一番目障りだから。やったー。完璧な読みだったね。いやー、アーマー強い。アーマー強いな。とりあえずこいつやっとあげて。いきまーす！帰ります。あ、なんか後ろでバブルしてたな。あ、でもこれ結構3落ちしてる。いけるな。よいしょ。やべー、怖えー。いや、こういう時、攻めに行けないようなのが、リッターの弱さかもしれん。入れらんねえか、味方。しょうがないじゃん。やべえ、ボトルが。ボトルどこ行った？ボトル死んでる。ちょっと待って、うちね、状況把握能力がちょっとたけてないかもしれん。S プラス並みかもしれん。あぶねえ。まあ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 。とりあえず9個止め。いや、あ、ガチャサリ作ってもいいな、これ。ガチャサリ作ると味方のスペシャルがたまりするんで、ガチャサリ作っときます。いやー、怖え。無理だな。バブル割られるときつい。ナイス。で、2落ちしてるんだけど、リッターの圧がやばい。もうリッターはうちがやらなきゃだからな。どっちかっていうと。うまいそれは。いや、待ってばよかったな、これ。対面しないで。対面しないで。いや、でも塗り状況が悪いんだよ。塗りで勝てない、こっちが。塗りで勝てないんですよな、こっちが。リッターがそこにこもってるんだったら、まあそこにこもってるの強いからな、実際。ナイス。アホ。アホ。いやー、どうしよう。あんま良くない立ち回りをしてるのかもしれん。まあまあまあ、これはね、さすがに。帰るか。いや、なんかなぁ。二次状況的に一気に押される可能性があるから、まずいんだよなぁ。あ、ナイス。リッターやってくれるのマジありがたいんだけど。二次状況よくしとくか。いや、なんか味方ずっとそこにこもってるから、相手からして相当うざいんだろうなって思う。あー、入れちゃうか。しゃあない、しゃあない、しゃあない。でも、これはしゃあない。あべ、落ちちゃった。アホ。最悪リードされても、多分カウンターが効くから、多分どうにかなると思うけど。ちょっとそこね。ナイス。普通に危なかったね。よし。じゃあ、終わりますか。
まあ、閉めますけど、チャンネルを変えるか分からないので、うちは全然アホだな。アホみたいな立ち回りしてんな。さっきよりアホだな。はい、じゃあこんな感じです。ぜひぜひチャンネル登録してください。お願いします。